おはようございます。ヒガです。いよいよ今日5時から糸満市西崎で消費税廃止デモがあります。7時からは豊見城市社会福祉協議会でおしゃべり会があります。このことが分かったの1週間ぐらい前です。それからボランティア仲間で手分けしてチラシ配布、凱旋活動頑張ってきました。今日は10時半から仲間が集合してチラシ配布、凱旋活動を行うことになっています。令和新選組ボランティアの特徴は、皆一人一人が主体的に活動するということです。上から言われたからやるというボランティア仲間は一人もいません。組織がないということは、自由に活動ができるといういいところもある反面、組織力がなくてどのぐらいの人が結集できるのか全くわからないという欠点があります。私は公明党の選挙40年間やってきました。創価学会であればこのようなデモが行われると仮定したならば、まずゾーン、本部、支部、地区と伝達されていきます。まあ、地区単位で例えば5名とか10名参加お願いしますとなります。その地区の数が10あれば100、100あれば1000と数、大体の数が予測できます。そうなるとデモに参加する人がどのぐらいいるかっていうのはあらかじめわかるのが創価学会です。令和新選組はどのぐらい集まるのかというのが全くわからない恐ろしい恐怖を感じております。チラシ配布をします。SNS で告知をしていきます。凱旋活動をしていきます。友達にお願いをしていきます。それで何名来るのかっていう数がほとんどわからないんです。創価学会のようにほぼ確実に結集する数が予測できないという恐ろしいのが令和新選組の特徴だと思います。それを楽しんでやるのが令和新選組ボランティア仲間だと思います。そんなことでも楽しみながらやっていこう。そんな気持ちが集まった令和新選組ボランティア仲間、私は最高だと思います。それでは今日一日頑張っていきます。